なんだよ、誰だよ。伯爵様。うえ、ディメン。おお、ナスタシアのメガネが初めて取れた。ナスタシア。ち、伯爵をかばうとは余計なことを。やっぱこいつ黒幕か。やっぱり伯爵の一歩上を行っていたのはディメンだったんか。黒幕出たな。せっかく僕が伯爵を楽にしようと思ったのにさ。ディメン、あなた生きていたの？当然じゃないか。僕はこの時を待っていたんだ。たとえ伯爵が死んでも、僕が代わりに制御し続ければ混沌のラブパワーは消えないはずだ。でも伯爵を倒すのは、倒すには僕では無理。ピュアハートの力が必要だった。だから君たちに代わりに戦ってもらったってわけさ。そして伯爵との戦いでピュアハートの力も使い尽くされた。ありがたいことにね。なんですって？では全てが明らかになったところで、君たち全員ここで始末してやろう。さあおいで、緑の男。え、何操られてんの？またな、なんだなんだあれ、体が勝手に。うわ、目生やされた。緑、ブロッコリーや、チンゲンサイじゃん。ディメン様、何なりとご命令を。ねえ、もうほんと仲間操る系のやめて。それはいつかの。さっきルイリー君と戦った時に種を植え付けておいたのさ。肉の目だ、ディオだ。こうなることは分かっていたからね。ルイージ、見せてあげなよ、君の本当の力を。何、何すんのルイージ。さあ最高のショーの始まりだ。お、どこ投げた。うい、何、混沌のラブパワーに吸収されてちっちゃくなってミックスされたのかな。ミックスジュース、プロテインを振るように、シェイカーのように。え、気持ち悪い。足場が、え、何、いいね、ぶかっこ、首同士は首、頭だけだし。ルイリルイルイージ、黒の予言書に書かれていた通りだ。彼の体は混沌の器にぴったり。あとは僕が彼と一つになれば。よ、妖精。うわ、消し去った。うえ、アンナも消し去った。伯爵、君はもう用済みだ。勇者を倒した後でゆっくり始末してやるよ。それまではあっちへ行ってな。どうなってんのこれ。うお、乗り込んだ。これで混沌のラブパワーは僕のものだ。僕はこの力で今の世界を滅ぼし、新しい完璧な世界を作るのさ。じゃあそろそろ始めようか。僕が全てを手に入れ、新世界の王になるための戦いを。始まった始まった始まった。ルイージいないか。どうしましょう。アンナもいねえから、とりあえず最初はとどめはマリオで刺したいから、とりあえずクッパで行こう最初。よし、クッパでどうする。行って、これ乗ればいい。乗ることは別に関係ない。頭か、やっぱ弱点は。なんかロックオンされてる。お、なんか、え、なに、うお、ここで着陸してくんのか。これダメージ与えれる？与えられない。何か策が必要だな。今の僕は無敵なんだよ。何をしたって無駄無駄。おお、ディオ入ってる。無駄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 。さあそろそろあちらこちらの世界が滅ぶ時間だ。自分の胸くそをかみしめながら、君たちもここで消えるがいい。ルイルイルイ、何、あ、狭間タウンが、世界が、ついにこの時が来てしまったか。無念である。消えちゃうの。え、なんかゆらゆらしてる。あ、ラインラインのあれだ、ミハールのところだ。古代村だっけ。うわ、歪んで、世界消えちゃうの。どうしようもないこれもう。おお、デビット、デビット、お前頑張れ。あー、ダメだ、歪んで歪んで。ここでデビット出てくるのいいな。なんか、お、ディメンの世界に飛ばされたのか。このままじゃ、なんとかしてマリオたちを助けないと。
助けに行ったところで同じことだ。ピュアハートの力を失った今、滅びの予言を止める方法はない。もう諦めるしか。何を言ってるの。二人で約束したじゃない、必ず幸せになろうって。それともあれは嘘だったの。嘘ではない。しかし混沌のラブパワーを失い、命すら消えようとしている今の私には何もできぬのだ。おお、かわいい。パシンと。ルミエール、ちゃんとしなさい。二度と会えないと思っていた私たちがこうして一緒にいるのはどうして。それは生きていてからよ。何度絶望しても生きていてからこうして出会えたのよ。だから私は諦めない。生きて約束を果たすのよ、絶対に。おお、誰だ。そうですよ、伯爵様。おお、マネーラ、ドドンタス。おお、こいつらは純粋に部下だったんだね、やっぱり、ノワール伯爵の。お前たち、どうしてここへ。伯爵様の、私は伯爵様のことは何でもわかるんです。嘘ですよ。ナスタシアが教えてくれたんです。ここに伯爵様がいると。いえ、そんな気がした、ということですが。ナスタシア。ナスタシアには感服しました。身を挺して伯爵様をお守りするとは。しかし、このドドンタスも伯爵様のために捧げた命。その気持ちに変わりはありません。どうかドドンとお手伝いをさせてください。ディメーンなんかの言いなりになるのはまっぴらごめんよ。たとえ騙されていたとしても、私たちが使えるのは伯爵様だけだわ。おいいね、この純粋な部下。お前たち、なんかノワールの目がもう青くなってるね。混沌のラブパワー、おお、ピュアハートになった。これは、ピュア、ハート?このさ、なんて言うんだろう、敵側のさ、こういう物語すごい好きなんだよね、なんか。わかるかな?なぜ?なんだろう、このハンター×ハンターでもさ、メルエムが死ぬときすごい悲しかったじゃん。そんな感じ。何を言ってるの、ルミエール。ピュアハートは、人を思う気持ち、純粋な愛があれば、何度でも力を発揮するのよ。おお、私、これをマリオたちに届けてくるわね。あ、この空間から出られんの?おーおー、帰ってくるのか?さて、これ以上は時間の無駄だ。そろそろおしまいにしようか。じゃあね、アデュー。お、無敵の力が解けるか?なんだ?なにー?これー。おー。うん。バカな!ピュアハート、ピュアハートの力は伯爵との戦いで失われたはず。何度でも蘇る。これは一体、いいね、超好き、この展開。無敵の力が失われていく。おお、あんぐりと。お、完全回復。完全回復ドリーマー。This is my own judgment. もうこれで大丈夫。ピュアハートが私たちに力を与えてくれた。さあ、行きましょう。もうあの中にはラブエルもいるんだな。アンナ。うむ、わかった。行くである。さあ、これが、正真正銘のラストの戦い。よし、調べよう。スーパーディメン。混沌のラブパワーとディメンの体を取り込んだディメン。圧倒的な攻撃力と体の合わせを持っている。200。頭にしかダメージを与えられない。足場を持って頭攻撃を加えなさい。これが最後の戦い。なんとしても、負けられない。よし、やるか。行って。早速ダメージ食らったけど。これ100、200だから、とりあえずクッパで100ダメージ与えてって感じにしようかな。よし、ジャンプ。よいしょ。ドシン。お、40、めっちゃ食らうじゃん。強い。うわ、痛い。避ける。食らったのがダメージ。20。今60与えたから、これで100。これで100。よし、これで100だな。よし、じゃあ、今20入ったな。今20入ったから、ピーチ変更。よし、ピーチ姫でもダメージを与えていこう。このゆるふわ系の、ゆるふわ系じゃない、ゆるふわふわと飛んで、自由自在に空中を飛び回れるピーチ姫だと、倒しやすいと。どこだ、どこ行った、あ、いた。ステージ広いな、ここ。よいしょ。よいしょ、おい。20与える。666666。やべ、逆に、はまった、ダメだ。はまりすぎるのもダメだ。よいしょ。よし、10ダメージ。よし。あ、倒しちゃった。
あー倒しちゃった。え、マリオでとどめさせたかった。あ、なんかもどかしい、もどかしい。ぐ、が。レベルアップしすぎたか。こんなバカなことが、僕が混沌のラブパワーとルイージの力を得た僕が破れるなんて、予言が覆された。予言なんていうものの存在そのものが間違っていた。そういうことじゃないかしら。うむ、お前は予言を信じたが、我が輩は我が輩たちを信じた。それがお前が破れた理由だ。かっこよくないこれ。生まれる前から決まってることなんてありはしない。運命は変わっていくの。さようならディメン、あなたが負けたことは後で予言に書き加えてあげるわ。ふふふ、これで終わったつもりか。まだ何も終わっていない。君たちは予言から抜け出せなどしない。逆らえはしないんだ。とりあえずルイージ返せ。とっておきのプレゼントを君たちに残しておいてあげよう。何？ふはははさらばだ、ボンボヤージュ。わ、ルイージ吐き出された。すげえウィリムコが超揺れてる。これでディメイン倒したってことでいいの？でも世界は止まらない。あ、あれ、僕ここで何を？混沌のルパパまだ残ってんのか。これぶっ壊さなきゃ。何？お、ノワール帰ってきた。目赤くなってる。世界の崩壊がここにも訪れようとしているのだ。あー、そうだ、そういえばそうだ。ディメインを倒したのに滅びの予言が止まらないの？確かにそうだね。持ち主の命が失われれば混沌のラブパワーも消滅するはずだが、ディメンめ、消滅する寸前に最後の力を残していったか。わずかの時間しか制御できぬが、世界が滅ぶまでであれば。じゃあどうすればいいのだ？一つだけ残された手段がある。何？でっけえ扉。こんなでかい扉がこっちだ。お、みんなで移動、いいね。全員で移動。ディメイン、おーおーおお、ディメインが何かを、持ち主はまだディメインのままなのか。え、なにこれ。え、結婚式場？もうあえて黙るよ。おお、来た。ここはあの時のエマ。今でも私を愛しているか。え、ルミエール、もちろんよ。うー、泣いちゃう泣いちゃう。まさかマリオで泣かされるとは思わなかった。ならば一緒に来てほしい。伯爵様、どうするおつもりですか？もう一度ピューハートを出現させ、その力を使って混沌のラブパワーを打ち消す。誠の愛があればきっとそれができるはずだ。だがおそらく混沌の力とともにピューハートとそれに連なるものも消滅してしまうだろう。ってことはノワールとアンナは消えるってこと？それってもしかすると伯爵様が消えてしまうってことですか？そんな伯爵様が消えてしまうなんてマネーラは嫌です。これは私が引き起こしたことだ。私がけじめをつけねばならぬ。それにどうせ私の命はもう長くはない。ただエマを、君を道連れにしてしまうことだけが私には辛い。しかしもうこれしか世界を救う方法はないのだ。ええ、分かっているわエマ。何も言わないでルミエール。あなたと一緒なら私それだけでいいの。うわぁ、もう世界が超揺れてる。行こうエマ。はい。
かっこいいけどその飛び方やめて。かっこいいし感動するのにその飛び方でちょっと笑っちゃった今。さあ、人は少ないけどこれが結婚式というあれでいいのかな、考え方でいいのかな。話したいことがいっぱいあったはずなのになんだか言葉が出てこないな。ふふ、大事なことは一つだけよ。そういえばさっきあなたには聞いていなかったわね。ルミエール、私のこと愛してる？もちろんだ。君がいなくなってから今日まで君のことを思わない日はなかった。しかし私は君をずっと苦しめてしまった。そうね、あなたがいなかったらあんなに辛い思いをしなくて済んだかもね。でも君じゃなきゃダメだったんだ。だから謝らないよ。それでいいわルミエール、愛してるわ。私もだよエマ。100年先でも1000年先でも永遠に君だけを愛してる。あー、ラブパワー、なんだっけ、ピュアハートが出た。混沌のラブパワーを囲んで、お、一体となった。超揺れて、超揺れる。揺れが収まらん。間に合わなかったのか。待って、何か聞こえる。え、鐘の音。鐘の、ね。綺麗な音。まるで二人を祝福してるみたい。やっぱドドンタス的にはあれか。ドドンタスとマネーラ的には伯爵が消えてしまうのは何よりも辛いことなのか。あ、クッパの部下たち。残り数少ないクッパの部下たち。お、あ、世界の崩壊収まった？次元の穴がどんどん小さくなっていく。ここは？あ、また世界が作り出されている。デビット帰ってくるか？あ、デビットじゃなかった。ズルムーケズルムーケ、生ハーゲイの人か。よかったよかった。とりあえず5面は元に戻ったっぽいな。6面どうなんだろう。おお、元に戻った。お前の名前忘れたけど、遠藤豆知識、豆知識か、豆知識しか覚えてない。カミカミだった今。あのちっちゃい、ちっちゃいやつなんだっけ、ちっちゃいやつアルマジロキチか、思い出したわ。お、これはあの文章か。エマ、あの日の約束覚えてるかい？え、覚えているわ。もしこの世界に二人が幸せになれる場所がないなら、それを一緒に探しに行こう。一緒に来てくれるかい？もちろんよルミエール、私たちはずっと一緒よ。3? 3? 何 3? って兄さん、あ、兄さんか。おお、情けねえ、情けない姿で倒れてたな。ナスタシアもいる。目が覚めた兄さん。次元の穴収まってないけど、あ、ナスタシアも目覚めた。おお、ナスタシアが息を吹き返した。ナスタシア、ナスタシア、なんたる奇跡。うおお、私は生きている。確かにナスタシアのカバイがなかったら世界終わってたな。マリオ、あれを見ろ。次元の穴が、おお、ちっちゃくなっていく。次元の穴が閉じていく。ホルムの予言が消えた証拠じゃ。であるかな。おお、である。お前の偽物、一番左の緑のやついるけどな。お前の偽物の姿してたやつ一番左にいるけどな。これで世界は救われた。予言は力を失い、消えてしまった世界も今頃元に戻っておるに違いない。よくやってくれた勇者たちよ、みんなお主たちのおかげである。
あ、アンナいねえもん。ところでアンナはどうした？訳を話している。そうか、行ってしまったか。いや、これもすべてピュアハートの導きだったのかもしれん。アンナとノワール伯爵は、ああピーチかどうなってしまったのかしら。考えたくはないが、やはり予言を消滅させるときに。いいえ、生きています。うわ、すごい、なんか悲しい笑顔。これお二人はやっと会うことができたんです。昔交わした約束を果たすため、長い時を超えて、やっと。伯爵様はどこかでエマ様と一緒に幸せに。私は。泣かないで。うわーんと泣かないで。伯爵様、残された私はこれからどうすればいいんですか。ナスタシア、伯爵様は生きていると俺様も信じている。だから伯爵様に恥ずかしくないよう、我らの理想実現のため、これからも頑張らねばならん。それだけだ。そうよ、なっちゃんオレンジジュース、一緒にイケメンハーレムを作りましょ。あなたがいればできるわ。だからほら、元気出して。ドドンタスマネーラ。まさか敵役にこんな泣かされることになるとは思わなかったな。そうですわね。いつまでもメソメソしていたら伯爵様に叱られてしまいます。私たちは伯爵様の本当の心が求めていた理想の世界、誰もが同じように人を愛せる自由で争いのない世界を作っていかなければなりません。別れは悲しいもの、じゃが生きていればそれは避けられぬことでもある。この悲しみは生きている証。生きていればこそ未来を切り開いていくこともできるのである。いいこと言うである。さて、腹が減ったであろう。ドロシーに祝いの用意を頼んでおいた。うまいものをたくさん食って旅の疲れを癒すである。おお、そう来なくてはな。行くぞみんな誰よりも早いクッパ。あ、ピーチが遅い。やっぱデアールも悲しいんだな。アンナをフェアリーにしたのはデアールだもんね。デアールさん、ピーチ姫よ。もうなんか父親のような感じだったのかな、アンナの。アンナ、いやエマか。あの子は幸せになれたのであるかな。もちろんよ。ほほほ、そうであるな。さ、わしらも行くか。すごい、なんか最後の最後でいいおじいちゃん感出してくるじゃんである。やばい、マジで泣いちゃう。一人一人の個性が光って泣いちゃう。おお、こうして滅びの予言は消え去り、世界に平和が戻りました。黒の予言書は再び歴史の影へと封印され、最後の持ち主となったルミエールはその恋人エマと共に姿を消しました。二人はどこへ行ったのでしょうか。それは誰にも分かりません。とにかくこれで封印の予言書のお話はおしまいです。ではまたいつかどこかで。うわ、おしゃれな終わり方。あー、終わったー。収録時間ただいま4月24日0時9分終わりました。スタッフクレジット。いや、最初の最初にね、ノワール伯爵がクッパ城に現れて全てのクッパの部下たちをね巻き込んでいって、あ、ピーチ姫のウェディングドレスの姿、この姿もいっちゃん最初だけだったね、そういえば。で、これでピュアハート、これ最初のピュアハートの場所だね。これあのあれか、デアールにもらったピュアハートをハムに行った時か。わ、アゲール、ゲルゲル、ゲルゲルっと実況していきましたけれども、今回も。いやー、終わったよ。あ、なんだっけ、ズンババだ。こいつもかわいそうだったね何にも悪くないのに、地面に操られて死んじゃって。死んだか知らんけど。これクリスタールか。もう長話を繰り広げてくれた。
キャッキャウフフのピチピチギャールのお話を繰り広げた。でピーチ姫が空から落ちてきて、おーこれあれじゃん、サンディールの館の番犬のやつだ。番犬ガオガオだ。おおこのすげえどうでもよかった、どっちがサンディールでしょうだ。おルイージが捕らえられている。そっかやっぱナスタシアに催眠術をかけられてミスター L になったのか。おクッパとの再会。これはこのドットのステージ好きだったな、名前忘れたけど。うわ出た、俺がスーパーペーパーマリオで一番嫌いなカメレゴン。いやでもあえて逆に好きになったかもしれない、カメレゴン一周回って。でタマラ、かわいいタマラ。あそうだステージ4でルイージが出てきたんだ。こういうなんか思い出しみたいな感じの振り返りのエンディングムービーいいね。まあ一番嫌いなのはやっぱディメーンかな、好きでもあり嫌いでもある。でアンナがぶっ倒れちゃったのがこれで、おおこれロック人がさらわれてるところか。ここもねステージ5もね、ハナーンたちが完全に悪いっていうわけでもなかったから。おおデビッド探検隊三人衆、こういうストーリーすごい好きなんだよね。お互いが悪いしお互いが悪くないみたいな。おすげえドドンタスが操られてる時だ。おこれマネーラに化けたものの不幸かな。なんか急にボブドッカン的な爆弾で爆破されたけど。そしてアンダーランド地獄の底でルイージと再会。あそうだラブエレももういなくなっちゃったんだ、悲しいな。ピュアハートになってね。おおでここがあれか、クッパとドドンタスが、これは最近だね。天井を受け止め、でピーチがマネーラを救い、いいよねなんかこういう敵同士だったのに因縁の仲なのにさこうやって助け合うみたいな。まあここはディメインに関しては許せんけどな、こいつはもう紛れもない完全悪だったな。さあ結婚式、本当に一番許せないのはあれだな、エマとルミエールの仲を引き裂いたルミエルのお父さんだな。お父さんか知らんけど。 Alright, including the complaint of game, scenario, music and program, Nintendo and Internet Systems. これルミエルとエマってこと？え、右側がエマだよね多分。よかった天国かどこか知らないけど幸せになれたのか、よかった。もう一生今の画面で痛かったけど、ここまでのゲーム内容をセーブしますが、はい。セーブが終わりました。さあ、終わりましたよ。スーパーペーパーマリオ2007に任天堂。すごいボリュームがあるゲームで、マリオなのに、すごい愛の深い、マリオなのにっていうのもおかしいけどね、子供向けのゲームで、ここまで深い愛を描いてくれる作品はなかなか少ないんじゃないでしょうか。多分これ子供の頃あんま響かなかったというかあれだけど、大人になってもう一回やるとすごい心に来るものがあるね。それでは皆様心苦しいですけれども、おーちょ待て行くな、この辺で終わりたいと思います。まあね、ちょこちょこねまだ隠し要素とかエンディング後の要素がちょこちょこあるので、まあ、そこはおまけとして実況していきたいと思いますが、まあ、ストーリーの本筋はここで終わりにしたいと思います。それでは皆様本当に本当にご視聴ありがとうございました。バイバイ。さあ始まったスーパーペーパーマリオ、どうか世界を救ってくれ。やだってば。そうであれか、ならば世界もおしまいである。学士え。あれこんなとこで終わったっけ。ええー、よさすがズンとこゲルゲルルー、さすがズンとこゲルゲルルー。はあ。イエース、ボクチンはフェアリントルナゲルトゥイース、いくどー。消え失せろー。ピーチぞ、俺の嫁。あ、割れちゃった。パキッパキッチャキーン、トゥルルルル。グラチュイ、ウィー、グラチュイ。お気持ちが悪っす。と、決め物ような。
わあ。はあ、ずるずるムーケー、ずるずるムーケー、生生ハゲー、はあ、生ハゲー。はええよ。いいかな。うわ、めっちゃ来た。完全に消滅するとこういう真っ白な世界になるのか。出た、ルイージ。いやー、洗脳といけたね。よかったね。二人とも、ダイス。あー、言い切らずに、おー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 、どっちなんだい。つくづくバカなやつだ。ここでね、なんか、ありがとうとか言わずに、そうやって言うのが好き。で、ここでクッパも受け止める。何してるの、ピーチ。え、何、助けてんの。おーおーおー、やべえ、スカートそれ。パンツ丸出しになんない、大丈夫。これだな。気持ち悪い。今こそ勇者を打ち倒し、我が望みを成就させてくれよう。世界の消滅だ。うわ、生きてた、ナイスクッパ。うわ、ここまでクッパとの再会で感動することないよ、なかなか。伯爵様。うえ、ディメン。おー、かわいい。パシンと。ルミエール、ちゃんとしなさい。お前は予言を信じたが、我が輩は我が輩たちを信じた。それがお前が敗れた理由だ。かっこよくないこれ。生まれる前から決まってることなんてありはしない。運命は変わっていくの。さようなら、ディメン。あなたが負けたことは後で予言に書き加えてあげるわ。私を愛しているか。え、ルミエール、もちろんよ。うー、泣いちゃう泣いちゃう。ルミエール、私のこと愛してる？もちろんだ。君がいなくなってから今日まで君のことを思わない日はなかった。愛してるわ。私もだよ、エマ。100年先でも1000年先でも永遠に君だけを愛してる。あの子は幸せになれたのであるかな。もちろんよ。ほほほ、そうであるな。さ、わしらも行くか。すごい、なんか最後の最後でいいおじいちゃんから出してくれじゃんである。